爪が境、しばらく足投げるわ。うちが家におらんようになるけど、体には気ぃつけよ。時間通りに薬飲みよって、母ちゃんにしっかり言っといて。いざとなったら、うちが帰ってくるまでしばらく店閉めてもええやしな。お前が長旅に出るっちゅうが、俺らは心配なんや。俺も母ちゃんもここから出たことないさかい。稲妻人が外の人からどう思われとるんか、話してくれはる人はおるんか、なんもわからへん。そんなん心配せんでええって。ここに外から来た人らかて、みんな親切で熱心やろ。シャブ業のトーマも昔はモンドから来たらしいけど、トーマには好印象持っとる人らばっかりやんか。豆腐？ああ、豆腐な。ずっと切らしとったから、今朝買うてきといたわ。ちゃうって、トーマや、トーマ。こないだ、故郷の酒屋言うて、うちにお酒持ってきてくれたやん。こういう会話を聞くのって久しぶりで、なんかホッとするよな。あ、あんたらやん。めっちゃ久しぶりやな。もうすぐ旅に出れるさかい、ワクワクしてもうて。あれからいっちゃん変わったこと言うたら、外国人がぎょうさん稲妻に来るようになって、こっちからもぎょうさん人が旅に出てったことやろ。あんたらみたいにテイワとあちこち旅してたら、あんまわからへんかもしれへんけど、うちらにとってこれは夢を実現する千載一遇のチャンスやね。確かに長い鎖国令がやっと終わったんだもんな。お前さんらのことは覚えてるわ。よいみやの友達やったな。すごい功績残した言うて稲妻全体に広まっとるで。こいつお前さんらに憧れとってな。二人みたいになれたらええなってよう言うとるわ。なんか照れるな。ヒーローになりたいっちゅう夢は誰かてちっちゃい頃に一回は持つやんか。それは大きに。うちはただの職人やさかい、ほんまは落ち着いた生活の方がええ。せやけど機会があったらもうちょいかっこよくなりたいなって。それはそうと。お前さんらは花火注文しに来たんか。そうや、堪忍堪忍。自分の話に夢中になってしもたわ。これからしばらく花火の制作はまた父ちゃんに任せるんや。父ちゃんの腕は知ってるやろ。ほんまにすごいさかい、心配せんと注文してや。いやいや、オイラたちはたまたま通りかかっただけで、別に用事があったわけじゃないんだ。そうやったんか。うちら全員手合いとるんは珍しいな。そうやったらもうちょい話そうや。うちも急いで出ようと思ってたわけちゃうし。そうだ、旅に出るって、ヨイミヤはどこに行きたいんだ。わからへん。え？けどまあ旅の目的は決まっとる。うちはテイワットで一番壮大な雨みたいに降る流星群が見たんや。でもそれがいつどこで見れるんかわからへんさかい、旅しながら探すか思てんねん。それだけかよ。もっと詳しい情報はないのか。それがまだつかめてへんねんな。もともとがうちに伝わる物語で、ただの言い伝えみたいなもんやから。昔うちの祖先はその流星雨を見て、新しい花火のインスピレーションが降りてきたんやって。父ちゃんはインスピレーションは見たものとか知ったものの融合や言うとった。同じ景色でも見る人が違ったら、そこから連想することも変わってくる。今の稲妻は昔とは全然ちゃうやろ。うちが流星雨を見れたら、全然ちゃう花火を思いつけると思うんや。せやろ。まあ外に出て見て回りたいいうんがいっちゃん大きい理由やねんけどな。いいと思うぜ。チャンスも時間も揃ってるなら
思いっきり楽しむべきだもんな。よう分かってるやん、パイモンちゃん。知り合った時よりごっつお利口さんになったんちゃう？お前みたいなやつは大好きだぞ。嬉しいことを言ってくれるぜ。スメールか、聞いたことあるで。木がぎょうさんあってすごい学院もあって、それから大きい砂漠もあんねんやろ。そうだぞ、あいつらはすごいんだ。流星雨のことを聞いたらきっと答えてくれると思うぜ。ほんまに？せやけど研究者に言い伝えの話なんか聞いたら嫌がられへんかな。それがただの言い伝えかどうかは聞いてみないとわからないだろ。安心しろって、オイラたちは教練員にもすごいコネを持ってるんだぜ。正しくはこいつがだけど。でもそんなん頼んでしもたらあんたらの時間まで無駄にしてまうやん。あんたらの予定にはもともと入ってへんかったんやし。うんうん、遠慮はいらないぞ。お前だってこの間手伝ってくれただろ。ほなお言葉に甘えようかな。スメールで思いっきり楽しもう。父ちゃん、干したらうちは二人と一緒に行くわ。これでちょっとは安心できるんちゃう？おお、それがええ。それやったら俺と母ちゃんも安心や。二人も体に気ぃつけよ。すぐ戻ってくるさかい。ほら、離島行って船乗ろ。ここがスメールか。えらい大きい木。この港町って木の上に作られてるんか。それにしても迫力やな。離島の港よりはるかに大きいし、店もぎょうさんあるわ。ひひ、もっとすごいのはこれからだぜ。ほんまにすごいな。他の人からも聞いてはいたけど、百聞は一見にしかずっちゅうか。自分の目で見てへんかったら一生かけても想像つかへんかったやろうな。で、あんたらの言うとった学院、教練院っていうんはここにあるんか。いや、教練院はスメールシティにあるんだ。川沿いに北へ遡って進んでいかないとな。なるほどな。スメールシティってきっとここよりもすごいんちゃ。え、これよりもでかい？サンゴの宮みたいに壮大なんやろな。とりあえずスメールシティに向かうん。ずっと興奮しっぱなしで何から始めたらええかわからんようになってしもたわ。旅で一番大事なのは思いっきり楽しむことなんだから、そんなに深く考えるなって。はよ本題に取り掛からへんかったらあんたらの予定を崩してしまうんちゃうかって思っててんけど、あんたらがそう言うんやったらあちこち見て回ってもええかな。
ジャンタ彫刻店直営ショップへようこそ。気軽に見ていってくれよ。おー、何これ、全部めっちゃ可愛いやん。これは今お店で一番売れてるアランナラ木彫りっていうおもちゃさ。子供たちの間で語り継がれる童話をイメージしたデザインで、あいつらには特に人気があるんだ。こちらの方は稲妻から来たお客さんか。この木彫りはお土産に最適だぞ。アランナラやったら知ってるで。船でアランナラの物語を聞かせてくれたけど、まさかこんなに可愛らしい見た目やったなんてな。道理で子供たちに好かれるわけやわ。それに一つ一つがほんまに綺麗な仕上がりやわ。ちょっとじっくり見させて。よいみやなら気に入ってくれると思ってたぜ。でもさすがのよいみやでも本物のアランナラを見ることはできないだろうな。うん、よいみやにはちょっと悪いけど、オイラたちもアランナラとの約束を守らないとだしな。でもよいみやは気にしないと思うぜ。あいつの世界はすでに空想の生き物でいっぱいだからな。よし、決めた。これとこれにするわ。あとさっき見してくれたそっちの2つも。え、そんなにいっぱい買うのか。せやで、サイカたちも多分気に入るさかい、帰って子供たちに分けよう思って。荒滝派と対決する時の商品とかにしてもええかもな。それに窓際に並べてあるとこを想像してみ。朝起きていっちゃん最初に目にするもんがこないに可愛らしかったら、一日中ええ気分で過ごせるやろ。大きに干したら選んでえな。なんだか見た目がよいみやに似てるよな。そう言われてみたらほんまやな。ナラパイモン、こんにちは。うちアランよいみや。ポッピ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 。こういう喋り方なんやっけ。うちおてたやろ。すごいぞ、船でちょっとだけ話しただけなのにもう覚えたのか。だっておもろいやん。こういうこと覚えるに関しては割と自信あるで。はいよ、前通り。お客さんたちは本当に面白いな。スメールで楽しい時間を過ごせるように祈ってるぞ。オルモス港もほぼ回れたし、次はスメールスティーに行こうぜ。せやな。ここはオルモス港の市場よりももっと賑やかやねんな。ここはトレジャーストリートっていうんだ。この坂をずっと登っていくと恐竜院で、幹の中に入ればグランドバザール。どっちも特徴的なとこだぜ。今同じ服着た人たちが上から降りてきたんやけど、あれって恐竜院の制服なん？そうだぞ。学院によって帽子の柄も違うんだ。今から探すのはメイロン派のやつだけど、星のことならあいつらに聞けば間違いないぜ。要するに一般的に恐竜院に出入りするときはああいう服を着んとあかんの？そんなことはない気がするけど。うちの今の姿であんたらと一緒に入ったらちょっと目立ちすぎるんちゃう？お前が照れるなんて意外だな。いやいや、ちゃうちゃう。向こうの立場になって考えてみ。もしあんたらが教令院の学生で今は勉学に励んでる最中やったとして、そんな時に突然怪しい格好したよその人が乱入してきて
あたりをキョロキョロ見回したり歩き回ったりしたら、お前の言いたいことは分かった気がするぞ。やろ？確かに人の目を気にしすぎる必要はないねんけど、それは時と場所を選んでからのことやと思う。とりあえずはこの近くを見て回るわ。あんたらの言うてたズバイルシアターも見てみたいしな。教練員の方はうちがスメール風の衣装を用意してからにしような。わかったぞ。まあそこまで考えなくてもいいとは思うけどな。服を仕立てるんだったらニーローがいいところを教えてくれるかもな。ええやんええやん、ついでに公園も見れたらええな。ほな、うちはここら辺ブラブラしてくるさかい。ごめんやけど、流星雨のことを聞き回ってきてくれへん？おう、行ってくるぜ。あんま遠くには行かんようにするし、飽きるとかの心配もせんといて。暇つぶしの方法なんかなんぼでもあるさかい。探すとは言ってみたけど、よくよく考えたら適任者がいなさそうだな。アルハイゼンなら知ってるような気がするけど、あいつには頼みたくないぞ。とりあえず適当に聞いて回ろうぜ。もしかしたらメイロン派の人もいるかもだしな。あなたたち迷ってるみたいね。どうしてあなたたちに持てる全ての知恵を授けてくれる誰かさんのことを考えてみないの？うわぁ、ナヒーラ、どうしてここにいるんだ？学者と会うつもりだったんだけど、あなたたちが入ってきて困ったような顔をしているのをたまたま見つけたから来てみたの。ちょうどいいタイミングだったみたいね。おう、オイラから説明するぜ。実は今友達と一緒にスメールに来てるんだけど。なるほど。その顔、次の流星雨はまだまだ先ってことか？そうね。それよりももっと興ざめな答えかもしれないわ。あなたたちもこういう話は聞いたことあるでしょ？テイワットの空に浮かぶ星は人の運命とつながっていると。確かにそのことなら結構聞いたぞ。星が運命を示している。だとしたら考えてみて。運命がそっくりそのまま予測された結果に従うはずあると思う？ねえ、確かに。今のメイロン派の研究によると、流星雨は多くの人間の運命が複雑に絡み合って起こる天文現象なの。現れるタイミングはかなりランダムで、予測しようとする試みはいくつかあるものの、どれも信頼性に欠けているわ。これって定期的にやってきて見るものを祝福してくれるなんて民間の言い伝えとはだいぶかけ離れてるでしょ。つまり気軽に見られるもんじゃないってことか？そういうことなの。ごめんなさい、失望させちゃったわね。ヨイミヤが知ったらきっとがっかりするだろうな。どうしよう、オイラこれじゃ気が済まないぜ。
なたたち大丈夫かしら。想像以上にショックだったみたいね。の、オイラはただあいつが。それじゃああんまりだと思うんだ。わかったわ。二人の口ぶりからすると彼女はとても親切で優しい人なのね。あなたたちがそう言うのなら、彼女のやり方から学んで優しい嘘をついてあげるのはどうかしら。え、それってどうすればいいんだ。彼女の流星雨探しの旅に同行し、努力の末についに報われて流星雨が姿を見せてくれるという一つの物語を作るのよ。現実には流星雨が呼びかけに応じてくれるわけがないけれど、夢の中で流星雨を見せることなら手伝えるわ。なるほど、さすがなヒーダだぜ。あなたたちが手伝ってくれたことに比べればお安い御用よ。流星雨を話題にヨイミヤとスメールを回って準備ができたらこれを吹いてちょうだい。私はこれを事前にアランナラに伝えておくわ。事の経緯を聞けばあの子たちもきっと喜んで手伝ってくれるはずよ。夢っていうとオイラたちがアビディアの森でハイポシアに会った時と同じだよな。確かに気づかれにくそうなサプライズだぜ。流星雨が終わって夢から覚める頃には彼女も何が起こったのか分かっているはずよ。その時なら真相を打ち明けても失望させずに済むでしょ。最高の大体案だぜ。ありがとな、ナヒーダ。気にしないで。私も役に立てて嬉しいわ。でも彼女のところに戻る前にこの流星雨の物語をどう展開していくか考えておいた方がいいわよ。そうでないとすぐバレちゃうもの。流星雨が本当にあるってことをヨイミヤに納得させて、その上で何かしらの努力をして困難を乗り越えればいいってことだよな。オイラが流星雨を見に行くとしたら一番気になるのは、そうそう、その2つだ。その情報を探しに行く名目でヨイミヤとスメールを観光して美味しいものを食べさせてあげればいいよな。名目はそんなにお堅いものじゃなくていいけど、すぐバレちゃうようなやつはダメだ。できれば童話みたいなロマンチックさも取り入れて独創性も持たせて。うん、難しいぞ。おお、流れ星に願い事をするってのは人気があるよな。願いで物語を作るなら、おお、なんか面白くなってきたぞ。じゃあ場所も決めないとな。じゃないと空はどこもかしこも流星雨で埋め尽くされちゃうぞ。で、装置を探すか作るって名目であちこちで遊んだり食べたりするんだな。完璧なストーリーだぜ。別に装置や場所は何だっていいしな。夜ヨイミヤに夢が見せられれば十分だ。いや、これは賢さじゃないぞ。心が通じ合ってる証明だ。ヒヒ、アイデアはお前のだぞ。オイラはただお前の言いたいことが分かってるだけだ。それより早く行こうぜ。きっとあいつ待ちくたびれてるぞ。はい。おおきに、道案内してもてへんかったら
今頃迷子になってもうてたわ。気にしないで。じゃあうちに帰るね。ちょっと待ち、これあげるわ。オルモス校で買ったばっかりのアランナラ木彫りやで。子供の間で人気あるらしいさかい、一個持ってき。いいよ、大したことはしてないし。って受け取ってな。ほら見てみ、この子幸せそうに笑ってるやろ。家の中に飾ったり車椅子にかけといたりしたら、あんたもちょっとは元気になれるはずや。なんでそれが幸せに笑ってるからってうちもそうならなあかんわけって、アホらしいように思うかもしれんけど、それが笑顔の魔法なんや。信じられへんのやったら自分で試してみ。一日に何遍か見てみたらわかるわ。実を言えばもうほんのちょっと感じ取れた。お姉さんは喋るのも笑うのも好きなのね。でもどうしてそんなに楽観的でいられるのかわからないよ。あなたみたいな人見たことない。ごめんなさい、あんまりいい言い方じゃなかったね。あなたがそういうのなら受け取ることにする。家まで送ってあげようか。大丈夫、自分で行けるから。よっ、ええとこに戻ってきたな。さっきの子は AB に言う子やねん。落ち込んでるみたいやったさかい声かけてみてんけどな。最初はなかなか話してくれへんかった。それでうちはスメールシティに着いたばっかりで道に迷った。地元の人に道案内してもらいたいけど、みんな忙しそうやから、もしうちを手伝ってくれたら代わりに車椅子押したるわってあの子に言うてん。押したらしばらくためらった末にうなずいてくれたんや。まあ道に迷ったんはほんまやねんけどな。ここはあちこちつながっとって、登った思ったら降りたりするさかい、ようわからへんわ。喋りたないみたいやったさかい、それ以上聞かへんことにした。聞いてもまた嫌なこと思い出させてしまうだけやろ。せやけどまあやっぱ立ち上がれへんことに関係してるんちゃうかな。自分は病気になっていつ治るかわからへんとだけ言うてたわ。あの子、人混みを通り過ぎるたんびに辺りを見回すんや。ぶつかるんが怖いんやろかって最初は思っててんけど、あの子の目には憧れとほんのちょっとだけ悲しさがにじんどった。そんな不幸に遭遇したら落ち込むのも無理ないよな。最初はうちと一言もおしゃべりたないみたいやったわ。出てくる言葉もうんとうんだけやった。せやからうちは独り言で絨毯とか香料とか料理のこととか、あとはこことうちとの違いとかをしゃべっとった。そしたらやっと徐々に話す気になってくれて。内気な子ちゅうはみんなこうなんやで。言うて道中でエービンちゃんが話してくれたんはあんたらが帰ってきた時に聞いたんと同じくらいだけやけどな。なんでも最初はややこしいもんやさかいな。せやせや、流星雨のことはなんかわかった？おお、すごい収穫があったぜ。流星雨はスメールで見られるぞ。オイラたち本当に運がいいな。ほんまに？そらよかった。自分だけで探してたら絶対見逃しとったわ。え？どういうこと？願いに応じる？うちそんなん初めて聞いたわ。流れ星に願い事をするんちごって、逆に願いで流れ星を召喚するってことなんか？それやったら準備してあるさかい、心配せんといて。この前言ってた
流星雨を見て花火のインスピレーションを手に入れるってことか。それはただの動機で願いとは言わへんはずや。そんなんで星空がうちらのために流星雨なんか降らしてくれるわけないやろ。あ、そうだな、一理あると思うぞ。うん、こいつ自身が設定を増やしてるぞ。こうなったらちょっと願い事をする練習をしとかへんかったらあかんな。なあ、付き合ってくれへん？まず言葉を整理してみるさかい。それがちゃんと伝わるかどうか聞いてもらいたいね。具体的にどんな願いなんかはまだ秘密にしとくわ。そうだな、ついでにお前が見たことのない景色も見せてやるよ。そんなとこまであるん？そうやったら早行こう。出発出発。おお、あんたらこれのこと言うとった？えらい大きいねんな。待って、いきなり動き出したりしひんやんな。安心しろって、こいつはもうずっと動かずに長い間座り込んでたんだ。せやんな、もう緑色に変わってもうてるし。ほな行こ帰って自慢できる話題がまた増えたわ。まだ聞けてへんかったけど、お兄さんには会えたん？おう、でも旅の終点で会おうとだけ言い残してまた去って行っちゃったんだ。そっか、きっとお兄さんなりの考えがあんねんやろ。絶対大丈夫や、やっと話せてよかったやん。どうやった、お兄さん元気やった？雰囲気変わっとったか？あまり変わってなくてほっとしたみたいだぞそうやったらうちももうそこまで心配せんでええな。旅先の景色を全部目に収めたらきっと分かり合えるやろ。だって兄弟やねんから。大鉄塊の頭まで登ってくれるなんてな。ええー、眺めやわ。下に向かって叫びたくなる感じちゃう？ここで流星雨を見られるかはわからないけど、練習の場にはもってこいだろ。せやせや、楽しみすぎて本題忘れるとこやったわ。稲妻を出る前な、うちが流星雨見に行くユンを聞いて、みんな流れ星に願い事したいって言うてくれてん。ほな紙に書いてええで言うたら、結局何十枚も集まったんや。うわ、こんなにいっぱいあるのか。それもあるけど、もっと重要なんは、なんでみんな流れ星を見たら願い事したくなんねんやろってことや。精一杯考えたけど、ようやくが点がいってん。みんな花火で心の中の大切な瞬間を記録する。花火を空に放つたんびに思い出を輝かすんや。言い換えたら花火は過去の象徴や。ほんで流れ星言うたら願いを思い浮かべるやろ。願いっちゅうには
みんなの未来への最高の期待が込められとる。一つは過去、もう一つは未来。どっちも空に咲く絶景やけど、正反対の意味を持ってるんやで。めっちゃすごない？これは単なる偶然やろか。うちはそうは思えへん。うちだけちゃう。ご先祖様かてうちと同じ気持ちやったに決まっとる。これこそご先祖様が流星雨からインスピレーションを得られた理由なんちゃうかなって思うねん。そのやり方自体がある意味願い事やったんや。過去と未来の2つを重ね合わせてどっちも満足するような最高なもんを作りたいって。せやからほんまは外に出られるんやったら流星雨でも見に行こうかなって言うたんは冗談みたいなもんやってんけど、みんなから願いを託された時から使命感みたいなんを感じてんねん。よいみや、めちゃくちゃ喋れるじゃないか。練習なんて必要ないだろう。え、こんなんでええの？うちの言ってること理解できるん？うちはぐちゃぐちゃやったと思うけど、何しろほとんど抽象的な概念の話で言葉にするんが難しい。賞賛みたいなもんやったし。旅人、そういう可能性も考えとったけど、正直もしほんまにそうやったらうちは折れてしまうかもな。その可能性がいっちゃん高いんは分かっとる。運もうちの味方にはなってくれへんかもしれへんし。せやけどどんな言い伝えにも前提がある。信じるっちゅうことや。この一歩を踏み出さへんかったら流星雨に振られることはないと思うねそうとちごたら、今こうやって流星雨は願いに応えてやってくるんを知ることも、スメールの綺麗な景色をぎょうさん見ることもなかったわけやろ。今回の旅で踏み出す一歩一歩が楽しみやわ。よいみやって本当にすごいな。ん？どないしたん？いやいや、なんでもない。願いの方はもう大丈夫だと思うぜ。でもあともう一つ必要なものがあるんだな。確か材料を探して装置を作り上げるって言ってたよな。そうだ、それを使って観測道具を作れば流れ星の出現場所がわかるはずだぞ。なるほどな、いっちゃん純粋な鉱石か。あ、そやったらスメールシティに戻ってあの鍛冶屋のおっちゃんに聞いてみいひん。あの子の車椅子をして歩いてた時に軽く喋ってんけどな、なかなか場数踏んでそうやったし、きっとわかると思うわ。あいつの邪魔はしない方が。鉱石のことは鍛冶屋がいっちゃんよう知ってんのとちゃう？確かにそうだけど。ほな行くで。こっから飛んで降りれたらええのにな。どうしよう。本当に鍛冶屋の人なんかに聞いちゃったら、きっとオイラたちがおかしくなったって思われるぞ。そうするしかないか。オイラもできるだけボロを出さないように気をつけるぞ。最初はヨイミヤに内緒にするのは良くないって思ったけど、今は正しい選択だったって思うぜ。うんうん、それこそ価値あることだよな。
一番純粋な材料で星空を観測するための道具を作るか。うん、特殊な技法で作られたメガネならいけるかもしれないな。だがこの一番純粋な材料っていうのがさすがに曖昧すぎる。もう少しはっきり分かりゃいいんだが、だいたいどうしても怪しく聞こえるからな。流星雨の噂についても全く聞いたことないぞ。まさかとは思うが、作り話じゃないだろうな。ごめん、そのまさかだったぜ。カンニカンニ、稲妻は遠いさかい、噂が流れてくる前に大事な情報も抜け落ちてしもたんかもしれへん。せやけどどうしても試してみたいね。曖昧な情報で申し訳ないけど、なんとかしてくれへん？まあいいだろう。ひとまずいけそうな材料でサンプルでも作ってやろうか。うんうん、ほな頼むわ。手伝ってくれてほんまに大きに。礼はいいさ、お前らはお客さんだしな。それにたまにはこんなことをやるのも気分転換になる。適当にどれかを選ぶか。どうせ本当に使うつもりがあるわけじゃないしな。こいつらじゃダメだ。俺が見ても到底。普段使う分にはまあ大丈夫だろう。だが一番という単語には遠く及ばん。どうしてこんな時に職人魂を燃やし始めるんだよ。どうする？材料のことやったら遠慮せんといて。手に入れるんが難しい材料があるんやったらうちらに任せてえな。可能性は全部試してみたいね。噂のことについてなら俺からも鍛冶屋に関するある噂を語ってやろう。それはスメールの鍛冶屋なら誰もが知ってる伝説の材料で、他なんざとは比べようもないほど素晴らしい特性を持っているという。そんな材料を使って鍛造をすることは全ての鍛冶屋にとっての夢だ。生涯をかけて追い求めても手に入れられない奴がいればとっくに持っているくせに、一生鍛造する機会がない奴もいる。え、なんでだよ。材料があまりに貴重なんでな。自分には能力が足りないから使う資格がないと思ってるんだ。言い換えればそいつは材料の極みであるだけじゃなく、鍛冶屋の腕の極みまで象徴してるってわけだ。俺が己を鍛え続けているのはその材料に出会った時それを見逃さないためでもある。つまりそれは夢も象徴しとるってこと？夢、初心、執念、集中、なんだっていいさ。こいつらをひっくるめて純粋だと理解すれば、お前らの目標はそれなんだろ。その意思は総小石という。だが俺も俺の同業者たちもこいつにはお目にかかったことがない。まあなんつうか目標みたいなもんだな。ある種の戒めでもある。なんか流星雨の物語と同じ匂いがするな。探しに行ってみようか。それって本当に見つけられるものなのか？そうやな。どうせ元々追ってるんはあくまで言い伝えないやし、ほんまかどうかは重要とちゃう。見つかったら大きい収穫やし、見つけられへんかったとしてもなんか他に使えそうな材料が見つかるかもしれへんやろ。それもそうだな。お前ら話中にすまんが、車椅子に乗った子供を見かけなかったか？見たも何も、エイビンちゃんならついさっきまで一緒におったで。どないしたん？あの子がどこに行ったかご存知ありませんか？ずっと家に帰ってこなくて。え、なんでや？別れた時家帰る言うてたのに。そんな、
突然失礼しました。私はエイビンの母親です。あの子、病にかかって車椅子に乗るようになってからずっと気が塞いでいるようで、精神状態がすごく心配なんです。万が一思い詰めて何か取り返しのつかないことでもしたら。大丈夫やから、まずは落ち着き。焦ったらあかん。うちも一緒に探したる。あの子のことが分かるとまでは言えへんけど、ちょっと内気なとこがあるだけで過激な考えは持ってへんように見えたで。そうでしたか。少しほっとしました。あの子、私には何も教えてくれないものですから、何を言っても無駄だと思っているらしくて。でも話してくれなければ何を考えているのかなんてわかるはずもないのに。こんな風に焦っているとまた変なことを言って、かえってあの子を怒らせてしまうかもしれませんね。安心し、帰らへんのはきっと理由があってのことやさかい。とにかくあの子が何を考えてるんか理解してみるんや。それで知りたいんやけど、エイビンちゃんがずっと現状を受け入れられてへんのにはなんか特殊な事情があるん？私もよくはわからないんですが、病気の件は確かにあの子に大きなショックを与えたと思います。あの子、小さい頃から運動神経がよくって、走り回ったり跳ねたりするのが大好きでした。将来は偉い冒険者になりたいと、そう私に言ったこともあるんです。でも病になってから、あの子の足には力が入らなくなって、立ち上がることができなくなりました。いろんなお医者さんに見てもらったんですけれど、皆さんなすすべがないと。ゆっくり静養するほかなく、再び立てる日が来るかどうかは誰にもわからないとまでおっしゃって、あの子は足が永遠に治らないと信じきってしまって、ずっと抱いていた夢も打ち砕かれたと思っているんだと思います。本当に突然のことで、理不尽極まりないことです。よう分かったわ。なんとか見つけ出して説得したる。堪忍な、うちらの流星雨探しは一旦中断やわ。オイラたちも一緒に行くぞ。カジヤのおっちゃん、車椅子に乗った子を見かけへんかった？すまんが、ずっと目の前にあるカナトコしか見てなかった。心当たりはないな。だが人探しならサーディグのところに行ってみろ。俺の仕入れ先のやつなんだが、今日は一日中トレジャーストリートを出入りしてたから、何かあったなら見かけたかもしれん。その人がどこにおるかわかる？おそらくあっちで休んでるだろう。ちょっと歩けばすぐだ。わかったわ、教えてくれておおきに。ほな、うちらはあっちで聞いてきとるわ。心配あらへん、そう遠くまでは行けへんやろ。本当にありがとうございます。私たちは引き続きシティ内で手がかりを探してみます。もしあの子を見つけたらどうか教えてください。本当に本当にありがとうございます。よいしょ。ああ、そういえば覚えがあるな。荷を運んでいた時なんだが、車椅子を漕いでいる子を見かけたよ。それが結構大変みたいで、ずっと荒い息をしてたもんだから、助けがいるかって聞いてはみたんだが、無視されちまったんだ。まるで何にも聞こえてないみたいにな。なんか考え事でもしてたみたいやな。ああ、俺もそう思う。何かあったのか？
ひょっとしてあの子いなくなっちまったのか。せやねん、今うちらで探してるところやねんけどな。そうか、そりゃ心配だな。わかった、俺も友達に聞いてみるよ。あの子はあっちの方へ向かった。道沿いに聞いてみれば何か手がかりがあるかもしれない。おおきに、もし手がかりが見つかったら緑の首巻き巻いとる人たちに教えたって。30人団のことだな。了解。ちょっとすんません、車椅子に乗った子供を探しとるんやけど。ああ、それなら見た。あっちに向かった。責務だから話しかけてはみたが、とても大事なことをやらなければいけないから邪魔されたくないと言っていた。なんかあいつちょっと変な様子だったんだな。とにかくその子ならシティの外に出た。道に沿って行けば追いつくはずだ。わかった、ありがとうさ。ちょっとごめんな、車椅子の子供が通らへんかった？車椅子…そうか、あれは車椅子だったかもな。よくは見えなかったんだけど、何かがものすごいスピードであっちの坂から滑り落ちていったよ。そらまずいな、めっちゃ危なそうや。そうだな、シティの外はただでさえ地形が複雑だし、もしあれが子供だったら…わかった、あっちやな。おきに、急ぐわ。おい、大丈夫か？車椅子から落ちちゃった。あれなしじゃ身動きすら取れないなんて、もうやだ。大丈夫大丈夫、怪我してへんくてほんまによかったわ。この子はうちに任しとき。ほんでごめんやけど、車椅子探してきてくれへん？わかった、行ってくるぜ。残すジョーク。うん、車椅子も壊れてへんかったみたいやわ。不幸中の幸いやな。壊れてなくてよかった。また家のお金を使わないといけないところだった。落ち着いた？さっきは怖かったやろ。うん、大丈夫やで。もう大丈夫やさかい、うちらがちゃんと家まで送ってるしな。なあ、お姉ちゃんに教えてくれへん？なんでこんなリスクを背負ってまでここに来たかった？他の人には知られたくない言うんやったら絶対内緒にしたる。おう、オイラたちを信じていいぞ。アランなら、木彫り、私の一番大切な友達が消えちゃった。
え、木彫りっちゅうとうちのあげたあれ。うん、私病気が重くなってから両足に力が入らなくなっただけじゃなくて、いろんなことを忘れちゃってた。昔ね、いろんなところを走り回るのが大好きだったの。走り出すと風が耳の横をビュンビュン通り過ぎるでしょ。あの声を聞くのが好きだった。なのにずっと座ってばっかりいると、そういう記憶までだんだん曖昧になり始めて、好きっていうのがどんな感情だったかってことすら次第に説明できなくなっちゃった。でもね、この木彫りを見た瞬間思い出したの。いつも一緒に走るのに付き合ってくれてた一番大切な友達がいたことを。まさかそれってアランナラのことじゃないか。オイラが言いたかったのは、まさかアランナラのことなんかじゃないよなってことで。だってあれはおとぎ話の存在だもんな。違う、アランナラはおとぎ話なんかじゃない。本当に存在するの。本当に本当だよ。うん、落ち着いてな。お姉ちゃんもほんまにいるんは知っとるで。まずはことの経緯をちゃんと説明してくれへんかったら、うちらかて力になれへんやろ。ごめん、無気になりすぎた。謝るよ。どうせ私には何の証拠も出せないんだし。大人になったらアランナラが見えなくなるってみんなそう言ってるし、そしたらアランナラの友達とは永遠にお別れだってみんな言ってるから。名前も姿もどんなに頑張っても思い出せないの。もう少し経てば私と一緒に走り回ってくれたことすら忘れてしまいそう。このまま大人になるなんて。いや、なるほどな、わかったわ。その木彫りを見てごっつええ友達がおったんを思い出してしもたんやな。その子との友情をどうしても思い出したかったから、外の道が危ないって分かってても探しに来た。そうちゃ？うん、会いたかった。怒ってなんかいないし、約束を破ったんじゃなくて予想もつかないことが起きただけなのって伝えたかった。あの子に怒ってるからじゃなかったの、本当に。そう気落とさんとき。ええことあって気落とす人がどこにおんねんな。いいこと？そうや、ちょっとだけやけど、あんたはアランナラのことをまた思い出せたんやさかい、ええことやろ。こっからもっともっといろいろ思い出せたら、その子を見つけ出して会うことかてできるやん。お姉ちゃんが鉄道たるで。お姉ちゃん、ひょっとしてあなたもアランナラが見えるの？ごめんやけど、それは正直わからんわ。スメールには来たばっかりやからまだ会えてへんってだけかもしれへんけど、ほんまに見えへん可能性もある。でもそんなんええねん。うちが見えるか見えへんかはあんたが見えるってことを信じるのとは関係あらへんもん。どうしよう。オイラだってそりゃ手伝ってあげたいぜ。病気になったことも友達と離れ離れになっちゃったことも全部あいつのせいじゃないんだからな。でも、え、うち？わかった。ほなちょっとだけ待っててくれる？どないしたん？急に真剣な顔して。なるほど、うちが自信満々に言い過ぎてしもたんちゃうかって心配してんねんな。安心し、うちにはうちなりの経験があるさかい。アランナラを見つけ出すんはあくまで結果であって、エービンちゃん自身が
昔の楽しさを取り戻すっちゅうことこそがうちらが手伝わなあかん過程なんや。自分の身に突然降りかかってきた病気のせいであの子は夢を失った。多分そのショックをまだ受け入れられてへんくって、それで楽しい思い出に直面する勇気まで失せてしもてるんやわ。どんな人かて自分だけの夢の世界を持ってるもんや。昔何らかの偶然でイービンちゃんはほんまにアランナらを見てん。せやから昔の気持ちを取り戻せたらイービンちゃんのアランナらかて戻ってくるはずや。そういう考えだったのか。大人は客観的な事実しか信じたらへんさかい、無意識に子供の無垢な幻想を傷つけてまうねん。主観的なものかて取り戻す方法はあるってうちは思とる。なあうちの仲間にならへん？ひひ、ウキウキしちゃって。スメイルに来た最初の目的ももう忘れちゃったみたいだな。そりゃそないな流星雨が来たところでエイビンちゃんのことをほったらかしてまで見る気にはなれへんもん。空の星様かて召喚してくれた人がそないに冷たい人間やったら嫌やろ。え、どういう意味や？オイラたち本当にアランダラをここに呼べるんだ。ほんまか。まあ見とけって、とっくに準備はできてるんだからな。謝るべきなんはうちや。カニナ、ここはうちに説明させて。信用できる人間にしか見られたくないんは想像つくわ。いやのにうちがこの場におってほんまにカニンやで。せやけどあの子は昔めっちゃ仲ええアランダラの友達がおったのにもうずっとおうてへんねんて。病気になってから元気ないんや。そのせいで記憶までぼやけてきとる。このまま友達とさようならやなんて残念すぎると思うで。本人かてそんなこと望んでへん。せやから助けたってな。エイビンちゃんの世界はまだちっちゃいちっちゃいねん。こんなにいっぱい心残りを抱えられへんわ。あの子は一人ぼっちでこう考えるんや。なんで幸せは一つずつ自分から離れてってしまうんやろ。なんで人生は自分に対してこうも不公平なんやって。せやろ、うちらは不運に慣れてしもてるかもしれんけど、そういう悲しい感情にどうやって向き合うたらええかも知ってるやろ。でもエイビンちゃんにとっては生まれて初めてのことやね。人生っていうんはその道を歩いとる人ならどんな人も転ばせることがあるもんやけど、うちらにとって一番大事なんは互いに支え合うことなんや。え、なんでそんな評価なんだ。つまり。信じてくれてありがとうね。
さっきから聞きたかったんだけど、準備って何なんだ？夢。でも私もう立てない。治るかどうかわからないし、治るとしてもどれだけ時間がかかるかわからない。心？え？消えてしもた。周りの空までちょっと変わったみたいやな。心。私立てた。何の力もいらなかった。変な感じもしない。全部病気になる前と一緒だ。おい、もしかしてオイラたちだな。この前もこんなことがあったよな。道理であいつは心配いらないって言ってたんだ。夢の中ならエイビンも自由に動けるんだもんな。見て見て、私立っちゃったよ。立てるようになった。よかったよ。これで一緒にアランシャにお探しに行けるな。なあ、かけっこしようや。あんたがどれくらい早いんか、ええ機会やし見してえな。まだしっかり回復はしてないかも。まあいいか、そんなこと知らない。走りましょう。走ることなら大人だって怖くないんだから。あ、走り出したぞ。こんなに順調に行くなんてな。もうちょっとくらい慣れる時間が必要かと思ってたぜ。ひひ、そうだな、オイラたちも追いかけようぜ。距離やったら分からへんで。追いつかれるかと思ったもん。うんうん、エービンも負けてなかったよな。走りなら大勢の大人に勝ったことあるよ。足が長くったって速いとは限らないからね。鍛錬もすっごく大事なの。あと数年経ったらうちは相手にもならへんやろな。そうやな。次はどっち行こうか。あれ、見ろ、前に何かが浮かび上がってきたぞ。ひょっとして私たちについてきてほしいの？うん、そうかもな。ついてってみようか。どう？疲れてへん？まだ大丈夫か？疲れだって走ることの一部だもん。走ることの全部が大好きなの。
の子が行さんあるな。横になっても全然大丈夫なんちゃ。あ、これはね。多分ここが終わりだよな。でもアランならは見かけなかったぜ。ここの大きい石だけでさ、ほんと楽しい。こんな気持ちほとんど忘れちゃってた。知ってる？走れないと自分の世界はほんの少ししかないって思っちゃうの。でも走り続けることさえできたら、目の前には新たな景色が現れ続けて、世界は私の前に無限に広がってくれるんだ。どうやってこんなことができたのかはわからないけど、きっとお姉ちゃんたちのおかげだね。そんなん重要とちゃ。大事なんはあんたがいろんなことを思い出したことやろ。記憶は過去を象徴してるだけと違って、未来を照らす力でもあるんやで。病気さえ治せば、こういう楽しさはみんなあんたのところにまた戻ってきてくれんねん。うん、お姉ちゃんありがとう。あなたたちもありがとう。じゃあアランシャニを探し続けましょう。ここにはいないみたいね。そうだな。でもだったらどうしてオイラたちをここまで誘導したんだろう。はっきりと説明できないし、これが何なのかはわからないけど、なんとなく見覚えのある感じがする。なんだかこれがもともと私の一部だったような感じ。わかった。この石はもしかしたらこの子の総称石なんかもしれへんで。総称石？めっちゃ希少な鉱石なんやで。人の初心と夢を象徴してんねんて。これが見えるっちゅうことは、失ったものを取り戻せたっちゅうことやで。そうだったんだ。なんかおとぎ話みたい。おとぎ話なんてもう信じないって決めたのに。でも本当によかった。やっと取り戻せた。うちらも行くで。おい、ヨイミヤ。もう、しょうがない。通り抜けては見たけど、周りを見る限り特に目立った変化はないみたいだな。アランシャに。アランシャに。アランならはうちらにロマンたっぷりの旅を用意してくれてんな。あの子にいっちゃん大事な友達を取り戻させてくれただけちごて、うちらに総称石が何なんかも教えてくれたんや。後でうちらもうちらだけの総称石を探しに行くで。絶対いっちゃん純粋なレンズを作ってるわ。おう、理由はわからないけど、オイラもできる気がするぜ。うん、せやけどまずはエイビンちゃんをスメールシティまで送ったらなあかんな。お母ちゃんが心配しはるさかい。これって終わっちゃったんだ。めっちゃええ夢やったな。寂しい顔なんかせんで。ほら隣見てみ。アランシャニー、よかった、まだいてくれたんだね。
丈夫、わかってるの。私が立ち直れなかったせい。でも私わかったの。お姉ちゃんの言う通り、誰にだって不運は訪れる。大事なのはお互いに支え合うことなんだ。みんな私を助けてくれてありがとう。私、取り戻してもらった記憶や夢に背かないよう頑張るから。あんたもお姉ちゃんのこと助けてくれたんやし、ええねんええねん。ほんまやったらうちらは総書籍の手がかりなんか何もなかったんやさかい。ほんまにそれで追うてたらすぐ見つかるわ。お姉ちゃんは流星雨を見たいんだよね。そのために総書籍が必要なの？せやで。あ、そうやそうや、見つけたらあんたも一緒に見に来いや。そういうことなら総書籍をあなたに貸してあげる。おい、どういうことだ。胸のところからメガネを取り出した。なんでこれがうちのいるもんやってわかった？私にもよくわからない。私のために一番大切な友達を見つけてくれたから、私も一番貴重なものであなたを助けてあげなきゃと思って。そしたら光がこの姿になったの。これがあなたが必要とするもの？おおきに。まさかこないにあっさり解決するとは思わへんかったわ。早速試させてもらうで。使い方はようわからへんけど、ここは直感ちゅうことで。どこやどこや。ほっ、見えたみたいやで。なかなか目立つやん。ほな、うちが先導するわ。流星雨を見終わったら家まで送ったるしな。それに助けてくれてほんまにありがとうさんっていうのはありきたりなお礼の言葉やけど、一つ褒め言葉も言うていい？あんたら最高の語り部やわ。Thank you.
ディア。うちらが願いで召喚した流星はまさかの地面から上に飛ぶ星やったな。花火と全く一緒やん。こんなんじゃ足りひん。もっともっと見たいわ。うちが見た中でいっちゃん生き生きしてて、いっちゃん豪華で、いっちゃんロマンのある夢やった。オイラも同意見だぞ。でもオイラたちを連れてその上まで飛ぶとは思わなかったぜ。うちも深く考えてへんかって。あんな機械やもん、一発派手なことやっとかんともったいなすぎる思てん。うちのことはあんたが一番よう知ってるやろ。夢かどうかなんかまったく気にしてへん。せやけどあんたらに感謝せんとな。全部流星雨が簡単に見れるもんとちゃうから言うて用意してくれた代替案やったんやろ。めっちゃ気に入ったで。ほんまめちゃくちゃ気に入った。今までうちがもらった全部の贈り物の中でも一番やわ。だったらよかったぜ。本当のことを知ったら怒るんじゃないかって心配してたんだ。そんなわけないやん。夢で親切で優しい、めっちゃ可愛いアランナらを見れて、キノコがぎょうさんあるところを走り回ったり飛んだりして、思いもしいひん形で総小石を見つけて、もうそろそろ目覚める頃やろな思ってたら、今度は団地ですごいこと起きてんで。エイビンちゃんが胸元から総小石のメガネを取り出して、みんなで一緒に地面から飛び上がる流星を見つけたと思ったら、その流星の一部になるやなんて。せやな、夢チューンは幻やけど、二度と再現も体験もできひん一回きりの経験や。本当かどうかなんかにこだわってしもたら、綺麗なもんも感動も大量に見逃してまうんちゃ。ひひ、宵宮は褒め上手だな。パイモンの親友ランキングでのランクを一つ上に上げてやるぞ。そうだ、アランナらのことだけど、あいつらのことは…アランならもうめっちゃ可愛らしかったな。これもよう掘られた木彫りのおかげや。え、木彫り？そうや、木彫りを見てへんかったら夢であんな可愛いアランならは見れへんかったやろうしな。お…お…安心し、よう分かっとる。可愛いと思ってんねんから当然守りたいとも思っとる。ほなそろそろ時間や。エイビンちゃんを家に送ってこ。また遊びに来るわ。もちろん、いつでもいらしてください。エイビンも喜びます。約束だよ、ずっと待ってるからね。わかったわかった。お姉ちゃん、帰る前にもう一つ伝えておきたいことがあるんだ。私、新しい夢ができたよ。自分の力で稲妻に行って稲妻の花火をこの目で見たい。おお、えらい大きい夢やな。まさかこの旅でうちの花火屋に新しいお客さんを引き寄せられるとは思ってもみいひんかったわ。安心し、うちがあんたのために花火を作ってるわ。一回見たらもう絶対忘れられへんやつをな。あんたらもやで、
冒険がどんなに忙しゅうても稲妻に遊びに来るんは忘れんといてな。どんな時でもみんなあんたらのことを歓迎するんやさかい。今回の旅の成果をあんたらと一緒に空に打ち上げたいな。うん、約束だぞ。あんた、いきなり何言うねん。恥ずかしいやんか。ほな、うちからもこれなんや。うん、あんたがうちのために選んでくれたんと一緒の子や。うちに似てるってあんたとパイモンちゃんが言うてくれたやろ。さっき一つ買うてきてあんたにあげるわ。なんか用ないときはこれ見てえな。少なくともうちはあんたの味方やって思ったらちょっとは元気が出るかもしれへんやろ。もちろんうち本人に会いに来るんが一番やけどな。ほな、うちは帰るわ。すぐまた会えるって信じてるしな。うちのために用意してくれた旅、もうめちゃくちゃ気に入ったわ。それどころちゃ、もう感無量や。その友情と優しさはどこまで行ってもあんたらの背中を支えてくれる強い力になるはずやで。このまま旅の終点まで、世界の果てまで行き。ほなまた。